はい、レオンチャンネルのちょいと太陽外動画へようこそ。デラックスドラゴナイトハンター Z ガシャット、本日再販来ましたね。これは持ってない人が多いと思いますので、持ってない人はこの動画を止めてすぐにおもちゃ屋さんに向かってください。多分朝一なら売ってるはずでですよ。デラックスタドルレガシーガシャット、これも突然の発売、全く告知がなくって、今朝バンダイのカレンダーサイトが更新されてて、突然今日発売ってなってたので慌てて買ってきました。そしてこれを買いに行ったら、ソフビのホーソルジャーもすでに売ってて、改めて立体物で見るとむっちゃかっこいいんですけど、この追加戦士頭部パーツクリアだし、ただ鳳凰のマークが若干ずれてますね。しまった、個体差かな。でこれは定価が950円で760円で買ったのと、タドルレガシーは1800円で値引きなしで、ドラゴナイトハンター Z は2000円が1600円で買いました。朝からおもちゃ屋さんを3店舗ほど回ったんですが、どのお店でもドラゴナイトハンター Z は売ってましたね。でなんで3店舗も回ったかっていうと、今日を7月15日から映画が公開される海外版パワーレンジャーの関連玩具が7月1日発売のはずで、アマゾンとかではすでに売ってるんですけど、おもちゃ屋さんに全然置いてなくて、トイザラスにも電話かけて聞いたんですが、トイザラスでも入荷予定はあるんですが、まだ店頭に並んでないみたいな、むしろ今日発売日じゃないですよみたいな感じで言われて、なんで置いてないかわかりませんけど、とりあえず買うことができませんでした。変身アイテムとロボと5インチフィギュアが5種類かな。入荷の確定日もないということなので、まあ、とりあえずアマゾンで買おうかなと思っております。今のところ定価より安く売ってますね。ベイブレードバーストの新作のレジェンドスプリガンとキラーデスサイザー、そして昨日の号来関連でコトブキヤの前から気になってた女神デバイスの新作ソルホーネットを買いました。第1弾のあの白ボディのやつからちょっと気になってはいたんですが、今回の見た目が非常に好みだったので、あとこの笑顔パーツ、これむっちゃ可愛くないですか。じと目も、しかもこれ口と顔が別パーツになってて立体感もありますよということで、いくら4000円ぐらいだったかなで買ったんですけど、もう早速作っちゃいました早い。ただアーマーはまだ作っておりませんでしたが、やっぱ実際見るとむっちゃ可愛いんですけど、同じコトブキヤということで作り方はゴーライとかと似てて、で昨日のゴーライの動画で皆さんがスティレットは絶対買った方がいいですよ、最新作で細かくいろいろ修正がしてありますよとのことだったので、もうそのまま店頭で買おうと思ったんですが、マテリア姉妹しか売ってなかったのでネットで注文しました。明日には到着するかな。にしてもホーネットむっちゃ可愛い。あとは若干ハマりつつあるメカトロウィーゴーの新作の初音ミクとのコラボバージョン、ツインテになってたり、パイロットの初音ミクがいたり、ネギを持ってたり、かなり特別仕様になっておりますが、相変わらず重みもあって、一般販売は昨日とか今日なんですけど、もともとはワンフェス限定だったかな、何かのイベントの会場限定で販売されたものが一般でも販売されました。そしてタドルレガシーは明日登場しますから、明日の登場を待ってから本レビューを上げたいと思いますが、見たい、いいですか、開けて。なんかこれ見て、大理石みたいなアーマーを装着してるんですよ。形状自体はファンタジーゲーマーと変わりませんが、ガシャとは全然形が違って、最初に春の映画でチラッと登場した時は割と複雑な形のガシャとだなぁと思いましたが、ちゃんと発売してくれましたね。開けて出すと、うーわ、ここすご、うーわ、すご、ちょっとこれはプレ版限定アイテムですか一般販売でここまでのなんか複雑な造形のやつ出すんだ。すご、プレ版感が増し増し。これがタドルレガシーガシャとか、そうそうそう。なんか歯車っぽいのがあったりとか、機械的な配線が出てたりとか、ベースが大理石っぽいんだ。へえ。ここのグリップとかもこれまでと全然違いますもんね。で、タドルレガシーの絵があって、ここもなんかもう紐みたいな、ツタみたいなのが出てるし、もう鳴らしちゃおうぜ。
起動しないだと、みたいな感じからのヒーローね。一応目。うーわ、壮大。おー、ゲームスタートクリア入ってる。すげえ、明日の登場楽しみ。以上、レオンチャンネルのちょっぴり大量買い動画でした。